他のナッツの軽く100倍入ってるんですよ。100倍。うん。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。千葉ちゃんです。よろしくお願いします。先生、以前の動画でアーモンドとくるみの対決してた。対決しましたね。対決しました、はい、はいはい。でそこで先生にアーモンドとくるみの特徴をたくさん教えていただいて、すごく勉強になったんですね。ほうほうほう、どうですか、勉強になりました？皆さんもね、勉強になったと思います。で、ミックスナッツに限らず、まあ、他にナッツってたくさんあるじゃないですか、うんうんうん、先生だったらもうナッツ博士なので。いや違うよ、他のナッツのことも多分知ってるんじゃないかなと思って。一応ね、学位は眼科で取ってました。まあ、ナッツね、自分が食べてるもんですからね、まあ、いろいろ知ってはいますけどね、はい、そこで他のナッツの特徴も、うん、ぜひね、皆さんと私に伝えてほしいなと思いまして。知りたいの？はい、知りたくなりました。どうしても知りたいの？どうしても知りたいです。まだまあまだな。まずね、ミックスナッツの中に入ってないんだけど、これだけ特徴が突出してるものってあんまりないから、緑のナッツ知ってますか？緑のナッツ、うん、ナッツは大体茶色系ですよね。茶色系ですけどね、うん、緑のナッツあるでしょ。なんでしょう、うん、お料理で言うと、はい、パテアンクルートとかね、はい、テリーヌとか、そういうお肉とか野菜とかをこういろいろ並べてね、煮こごりみたいなの固めてこうやって切っていくね、はい、そういうお料理あるでしょ。あの中によく入ってますよ。え、皆さん分かります？今ので。分かんない、よくあるでしょ、そういうの。あとデザートとかにこう刻んでこうの。あ、デザートで分かりました、うん、ピスタチオですね。そうそうそう、ピスタチオです。ピスタチオ、緑のナッツといえばピスタチオじゃないですか。緑がね、やっぱこれは肝なんですよ。ナッツ類は抗酸化物質がいろいろ入ってたり、ビタミン入ってたり、不飽和脂肪酸入ってたりね、体にいいものたくさん入ってる、食物繊維とかすごくいいんですよって話はしてますけれども、目にいい色素でね、ルテインっていうのがあるんですよ。そういったものがですね、ナッツの中でもピスタチオのね、あの緑色の部分には他のナッツの軽く100倍入ってるんですよ。100倍、うん、ルテインっていうのは目に入ってくる光の害からね、水晶体や網膜を守ったり、酸化から目の組織を守っている色素なんですけど、目の中でね、水晶体にも含有量が多いし、網膜の中でも特に黄斑部に多いんですね。だからそういうものがなくなるとまずいわけですよ、うん、でそういうものを自分で合成できないから外から取ってくださいねっていうことで、まあ、じゃあどんなものがあるのって言って、ダントツに多いのはほうれん草とか小松菜とか、まあ、そういったね、緑黄色野菜の中に多いんですけどもね、そういったものがピスタチオには非常に含有量があの緑のところに多いっていうことなんですよ。まあ、これはね、ピスタチオの非常に大きな特徴ですね、はい、うん、ミックスナッツね。でこの中にはね、ちょっと開けてみますよ。これ私が普段食べてるミックス。そうです ね、もう撮影の合間にもいつも食べてますから ね。こうやって見ると、うんうん、ピスタチオ入ってないですよ、やっぱりね。そうですね、うん、ピスタチオ食べようと思うとピスタチオ別に買わなきゃなんですよね。ピスタチオ意外とね、塩気がついちゃってるやつ多いんですけど、そんなにたくさん食べなければ食塩も大丈夫だと思うんですけどね、うん、本当はこれに混ぜてくれるといいんですよね。混ぜちゃいましょうか。はい、ピスタチオ、はい、こういうことですね。おー、ピスタチオ入りのミックスナッツができましたね、うん、そう、ミックスナッツになりま殻がついてるんですよね、うん、茶色い薄皮みたいなのがついてますけど、はい、これを剥くと緑色のルテインが入ってるところは出てくるって感じですよね。ところで、あの、なんでピスタチオだけ殻がついてるんですかね。なんででしょうね。いや、前から不思議に誰か知ってる人います？なぜピスタチオには殻がついてるか分かったら教えてください、はい、教えてください。その色素以外のものでいうと、やっぱりね、ナッツ類ですから不飽和脂肪酸が多いですよね、うん、DHA とか EPA とか、そのオメガ3系もありますが、合成できない多不飽和脂肪酸っていうやつはですね、まあ、オメガ6系っていうのがあってね、リノール酸なんかはそういうものですね、はい、それからね、多価ではなく一価の不飽和脂肪酸っていうとオレイン酸、オメガ9系ですね、脂肪酸なんかも含まれてますね。自分が酸化されて周りを酸化から守ってくれるような、そういう不飽和脂肪酸。ナッツの他にはオリーブオイルとか紅花油とかエゴマ油とか、まあ、そういうものにも含まれてますね。でそのピスタチオと、あとミックスナッツに入ってる代表的なナッツって何ですかね、はい、ミックスナッツに入ってるとしたら、まあ、アーモンドとくるみ対決やりました、ね、やりましたね。カシューナッツ、カシューナッツ、カシューナッツ多いですよね、うんうん、カシューナッツはね、なんとなくあれってカロリー高そうな感じするんですけど、実は他のに比べると少しだけカロリー低めなんです、ね、
じゃいっぱい食べれますね。うん、でもねそんなに違いないですよ、極端に低いわけじゃないんで。ナッツ食べるときに注意してくださいっていうのは、他のものを今まで通り食べていって、さらにナッツも体にいいからって食べると太っちゃいますよってことなんですね。でむしろカロリー調整をしていればですよ、ナッツを食べてる人の方が体重増加抑制されやすいって言われてるんですね。でその原因が一つは食物繊維が多いっていうことで、うん、お腹の中でね、まあ、腸活ももちろんですけど、余計な糖質だとか脂質だとかそういったものの吸収をちょっと抑制する作用があるんでね、そういったもので体重増加がしにくいと。あとは先に食べるとですね、食欲が落ちる傾向があるんですね、うんうんうん、だから総摂取カロリー量が減る傾向もあるんですよ。ただそれはあくまで引き算をしてね、体に良くないものの総量を減らしておいてナッツを食べるということなんですね。カシューナッツの場合は、はい、一番の特徴はね、少し亜鉛の量が多いっていうことですよね。うん、まあ亜鉛って何してんのっていろいろありますけど、うん、微量の金属元素っていうのはね、体の中でいろんな交差反応の時に使われたりとか、まあいろいろあるんですよ。でこれね分かりにくいから、まあ、別にあえて話しませんが、まあ、亜鉛っていうのも必要でね、サプリで売ってたりもしますよね。でねカシューナッツはねどちらかっていうと飛び抜けた特徴はないんですけど、ミックスナッツの中のあれが入ってるとね、全体としての食べやすさっていうのがあったりとか、あ、ね、それから単独でもいけますけど、うんうん、お料理に使うナッツって他にあんまりないですよね。例えばくるみがたくさん入ってる料理とかね、あんまりないでしょ。ないです ね。でもカシューナッツって炒め物には、特に中華の鶏と一緒に炒めてるとか、そうです ね、 ありますね、料理によく使われるんですよね、うんうん、で料理で炒め物に使うってことはですね、脂溶性ビタミンが多いナッツですから、油と一緒に摂ると吸収がいいっていうのはあるんですね。あ、うん、だからああいう食べ方は吸収っていうことで言うと理にかなってるんです、すごくね、うんうん、ピスタチオとねカシューナッツ対決させると、ピスタチオの方がそのルテインの含有量が圧倒的に多いので、ピスタチオに軍配が上がっちゃうんですけどね。食べやすさとかミックスナッツの中での役割とかね、そういうものを考えるとカシューナッツはやっぱ外せない感じですよね。そうですね、うん、だそういう意味ではね、どっちもねあった方がいいなってことなんですよ。どのナッツがいいですかっていう質問たくさんいただくんですけど、やっぱりねミックスナッツとして食べた方がいいと思うんですよ、はい、何しろねナッツを一握りぐらい毎日食べると死亡率が男女問わずでしょ 20% も下がるって言うんですよ。すごいね。だからこれだけね体にいいのがナッツなんで、まあ、ぜひね取り入れてほしいなと思うんですね、はい、今日はねちょっとナッツ対決第2弾になっちゃいましたけど、はい、楽しんでいただけましたでしょうか、はい、楽しんでいただけた方はいいねマークとチャンネル登録をお願いいたします。ベルマークを押すと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録していただくとベルマークが出てきます。それじゃまたね。ナッツの話してたからナッツが食べたくてしょうがなかったんですよ。あ、そうどれが好きこの中では。この中ピーナッツ入ってないけど、くるみが好きですね。あ、くるみ好き、好きです。くるみ苦いのが嫌だっていう人もいますよね、うん、あ、美味しいですねこれ、うん、僕はカシューナッツも好きですね。あ、いいですね、うん、アーモンドも好きですね、うん、全部ですね、うん